Hi everyone, I'm Tetsu. こんにちは。今日は meal prep というのをやっていきたいと思います。meal prep って何かというと、簡単に言うと、5日分のお弁当を1日でまとめて作っちゃうってことですね。これはものすごく、いいことがあります。まず、時間の節約になるっていうこと。お金の節約にもなる。そして野菜とかたくさん入れて作ると健康にいい。ウニ買いました。まず形からってことで1食分のこうタッパーをですね、電子レンジで温められるタッパーを選びました。実際やってて楽しいので、今日はその、過程を皆さんとシェアできたらなというふうに思います。 OK, let's get started。 まず今回使う食材の紹介をしていきたいと思います。こうやってかっこいいでしょ、ちょっと、並べてみたんですけど、インゲンでしょ、レモンでしょ、これしめじですね、でキャロットでしょ、玉ねぎとブロッコリーと、これはルッコラですね、あとさつまいもと、これなんだ、小松菜とじゃがいもとかぼちゃです。お米、これもすでにさっきね、あの動画撮る前に作っちゃったというか、ごま油を入れてます。これ少しとは結構入れてますっていうのは、前回作った時お米を半分ぐらいこうタッパーに詰めたんだけど、6つ目と7つ目のあのランチのお米がボッソボソすぎて、ふっくらさがもうどっかに行っちゃって全然美味しくなかったので、ちょっと油入れたら変わるかなと思ったんですよね。タンパク源としては、これ、今回はシシャモですね。Kidney beans。あとはこれですね。リンケッツ。見たことありますか、これ。肉の代用品というよりは、やっぱこの、なんか味がするんですよね。大豆製のソーセージの味っていうのかな。まあ、これはこれで特徴的で美味しいんですよ。あと一つ野菜忘れてた。ベビーリーフですね。まあ、こんなところですかね、今回は。で、僕がmeal prepをやる理由の一つが、さっき言ったように、時間の節約になるっていうことだったんですよね。だから、準備にダラ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 時間かけてもしょうがないので、今、8時50分で、最低でも1時間で全部作り終えるようにしたいなと思ってます。というわけで、今から始めたいと思います。Starting from now。 まずは炊きます。シシャモ焼きます。まず基本的に僕は味よりも栄養だと思うの で、栄養って加工したり加熱すればするほど消えていっちゃうもの、まあ増えるものもありますよね。リコピンだったかな、トマトのリコピンとかね。でも基本的に殺されていっちゃうので、なるべく生で食べられるものは生で食べて、あとはそうですね、変にこうなんか味付けとかしないで、例えばブロッコリーとかインゲンとかはただ茹でて切って入れるだけ。あとはそうですね、小松菜なんかもちょっとそれこそまた茹でて絞って、僕が好きなのはこのこれ、しそ、青じそドレッシング、僕すごく好きなんですよ。これをかけるだけで相当美味しいんですよ。まあそんな風にして一つ一つのおかずはごくごくシンプル。ただし入っている野菜、その和多彩っていうね、いう感じのものを作っていきたいなと思ってます。すべて有機野菜ではないんですけど、やっぱちょっと高いんで、だからこういうじゃがいもとか皮ごと食べられるような、皮ごと食べたいものは、なるべく有機野菜を使ってます。本当にね、毎日その無農薬とか有機野菜の食べ物を、食材を変えるってすごいこ
ことですよ。本当に。経済的に余裕がないとそういうことやっぱできないですよね。まあ、僕は、だからといって、すべて安いものにはしたくないので、まあ、お財布と相談しながら、あ、これだったら有機野菜使いたいな、っていう。もう必ずしもなんていうのかな、白黒つける必要はないんですよ。自分ができることを、ベストをやればいいと思います。なんかもう、ししゃものいい匂いがしてきましたね。そう。多分、早送りであんまりカットなしでお送りしてるんじゃないかなと思います。基本的に僕編集が本当にこう、苦手というか、別に苦手じゃないんだけど、耐えらんないんですよね。長時間座って、こう黙々と、ポチポチ。さあ、目を取った。これは、まあ、ただ煮ます。一応、炭水化物として、煮えてるかな。一応炭水化物としてじゃがいもとあとかぼちゃとお米そしてさつまいもかな、うん、そうこれらを入れていきたい。僕あんまりどれをどういうふうに先にやったらいいかとかあんまり深く考えないようにして作ってます。っていうのはまず手を動かさないと物事は進んでいかないんですよね。どっちが先かとかってことを考える暇があったら手を動かすっていうね、そんな風に僕は思いながらやってますね。そうじゃないと1時間以内に終わんないですよね。この前いくらどんだけかけたんだっけ、多分ね2、3時間、いや3時間ぐらいかかったと思いますね。だから今回の1時間っていうのは僕にとって結構挑戦なんだけど、でもねいいじゃないですか。でこれをどう切るかっていうのをさえも今考えないで向いてましたね、羽を。そうだな、まあ、こうするか普通に。いや待てよ、こうしよう、これかぼちゃの切り方慣れてないっていうのがすごいもろバレしちゃうよねちょっとこの辺パッて切っちゃっていいね。押してこれいいんじゃない、もう単純に深いこと考えずにさ。そうね、一応この人参も有機なのはずなので皮ごと使おうかなとは思ってます。で今はっきり言って何も考えてないです。ソテーにしようかな、ソテーにします、決めた。ソテで、これなんでお湯を2つなぜお湯を2つ沸かしてるのかっていうのは僕も分かりません。だからここに移し替えます。そんでソテーだからフライパン使います。フライパン、僕が料理ちょっとやってたんですけど、その時に背伸びしてフランスから取り寄せて買ったフライパンです。3万円した、バカですよね。はっきり言ってこれ使いにくいですね、このフライパンは。なぜかというとステンレス製なんですよ。鉄製と違って油がなじまないから何度やってもこびりつく。全然学習してくれないんですよ、この子は。でそんでもちろんここにしめじを投入しますよ。塩気はちょっとやっぱ多い方が保存のこと考えるといいのかなと思ってます。だから塩分過多にならないようにちょっとそこはね逆に気をつけなくちゃいけないですけど、最近だらだら料理してたからね、こういう動画撮りながらだとなんか料理やってた頃の気持ちに戻りますね。本当にめちゃめちゃ血の気が多い人たちですよね、料理人って。
僕、蹴飛ばされたことありますよ。遅いっつって。玉ねぎは入れるタイミング間違えました。でもいいんですよ。自分で食べるし、何よりスピードが勝負だから、考える時間も含めたスピードの、勝負なんで、そんなに、なんていうの、セオリー通りにこう、物事を進めようって思わなくてもいいんですよ。だから本当に単純ですよ。塩コショウで、炒めるだけですね。今何分だ？おあとちょっとじゃ、あと、35分ぐらいしかない。これだけでも美味しそうです。あとは全然、あ、缶切りなんてあったっけ。ありました。缶切りもなんか今興味、缶切りなんて使う人いるんですかね。さあ、キドニービーンズです。美味しい、すごく美味しい。これがいいと思うので、一回洗う。ブロッコリーは免疫力を高めるので、今のインフルエンザが流行ってるこの時期は僕は毎回入れてますね、料理に。僕はブロッコリーのこう、なんていうか、取り方ってこれどうなんだろう、邪道なのかな、みんなどうしてんの。なんか僕はこういう方法しか知らないんだけど、他になんかいい方法あるのかな。で、茎もこの皮を取ったら食べられますよね。茹でたそのブロッコリーの茎は大好物です。ここ捨てちゃってる人多いと思うんだけど、すごく美味しいんですよ。柔らかくて歯ごたえがあって、ただし茹でるときはこっちからじゃなくて、こっちから、火の通りにくいこっちから先に入れて、20秒ぐらいしてからこっちが入るっていう。で、なんか柔らかくなったブロッコリー僕大嫌いだから、なるべく早く1分ぐらいでもう揚げちゃいます。 OK、 Go。 いいか、そろそろ30秒は経った。立ったね。よし、行こう。 OK。 で、次はインゲンですね。インゲンはブロッコリーと同じように茹でます。ただ茹で時間はもうちょっと、まあ、これも1分ぐらいなのかな。セオリーではなんかブロッコリー僕30秒って聞いたことがあってそんな早く揚げたらまだボリッボリだぞと思って、僕は1分にしてるんですけどね。そう、インゲンはいいですね。インゲンには豆も入ってるし、さやのところもすごく美味しいからよく食べますね。で、これはもう入れちゃいます。あん中にもうポイッと。そしてそろそろ他のこともやっていかなきゃね。でも基本的にほんとシンプルな料理ですよ。料理としてはもうごくごくシンプルですね。1分経ったからもう揚げます。もうこれ以上やったら大変なことになっちゃう。実はこれとは別で英語で話してる動画が上がってると思います。初心者初級者の方にはちょっと難しい内容になってるかなとは思うんだけど、まあ、自分がどれぐらいの英会話力を持っているのかっていうことをですね、これまでずっと日本語で喋ってきたから、この人本当に英語喋れんのかなって思ってる人が、まあ、いるんじゃないかなと思ったので、まあ、自分はこれぐらい喋れますよってことを伝えるっていう意味でも、あとは自分のその何でしょうね、やっぱり日本語じゃなくて英語で表現した方がいいっていうこともなんかあるんですよ、僕の中で。感情表現として。表現しやすいっていうかね。だからそういう、もう本当に、自分のためのっていう意味でも英語で話す動画はこれからも作っていこうかなと思ってます。
水から腐っていくからね。だからなるべく余分な水はもうちゃんと切る。インゲン、そして小松菜、インゲンを取っていくと。インゲン菜を入れていきます。最初は根っこから切りますよね。根っこというか根元の部分は火が通りにくいから、それから倒していく。半分に切ってそのまんま、小松菜は本当にすぐですよね。すぐすぐ。やっぱじゃがいも、どうしよっかな。じゃがいもめんどくさくなったので茹でます。この小松菜水気をしっかりと切り終えたら、こいつはおひたしですね。ごま油ね、醤油です。相当いい感じにできてますね。あ、でもあと20分ですね。で、このかぼちゃをどうしようかなっていう。かぼちゃってなんか僕あんまりレパートリーがないんだよね。こんなもんかな。柔らかい。レモンね。あと20分なんですけど、盛り付け考えたら、あと10分ぐらいですね。急がなきゃ。あとはかぼちゃだけなんだよな。かぼちゃ入れるか。なんかでも揚げたい気もするな。でも他に方法なんてあるか。かぼちゃを焼き、かぼちゃ蒸し、かぼちゃ、ここは素直に茹でましょう。さあ、ししゃもが焼けました。焼き目はそんなついてないんだけれども、時間はかけてるのでしっかりと中まで火が通っています。ご飯が炊けました。まあ、そんなこと言ってる間に、サラダ系をやっていきます。ルッコラはまず全部、根元をこうやってちぎって、これ本当か嘘かわかんないんだけど、サラダとかしなしなになっちゃってたりすると美味しくないじゃないですか。そういう時にシャキッとさせるためにぬるま湯に浸しておくっていう方法があって、実際料理そのやってた時それでねシャキシャキになってたんですよね。それがなんでぬるま湯じゃなきゃいけないのかはわからないんですけど、なんかそういう裏技があります。でこれもなんかほらなんかシニャ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 でしょ、シニャでしょ。で浸してしばらく待ちたいと思います。その間にお米を見てみましょう。はい、お米が炊けました。3合炊いてます。でごま油しか入れてないんだけれども、香りがものすごくいいですね。あと心なしかツヤがあります。ちょっと味見してみようかな。うん、あ、やっぱり油入れて正解ですね。ちょっとおこわみたいでコクがあります。うん、これ美味しい。では早速できたものからこのタッパーに詰めていきたいと思います。一旦こっちに戻って、今さつまいも出したんだけど匂いがものすごくいいから、ちょっとバターと絡めてマッシュして、なんだろう、マッシュスイートポテト、いやスイートポテトかそれ、作っていきたいと思います。熱っ。バターです。多分 2,30g とかかな。うん、わかんない。なんか切ってからやればよかったかな。なんか絶対美味しいなこれ。もう一回
一回水出して、もう僕ね、なんかもともと味がついてるものってあんまり好きじゃないんですよね。言い訳かもしれないけど、かぼちゃも僕何にも味付けしなかったんですよ。うん。いや正直言うと後悔してますよ。なんかつけなんかね、その醤油だったりみりんだったり、あ、ちょっと和風になっちゃうか。何がいいのかな。うん、でも単純に塩で、待てよ、すごくいい方法が思いついた。これ何をやるかみんなに見ててほしいよね。ちょっとかぼちゃもマッシュしちゃうんですよ。バターを半分こっちにあげるんですよ。で、なんかこう色が違うマッシュサラダ、若干塩、こっちは割と塩しっかり。思ったより甘くないですね。ミールプレップって調べて出てくるような動画で紹介されてるのと全然違うものを僕が作ってると思います。なので、まあ、皆さんの参考になるかは僕はもう何とも言えないです。何とも言えないけど、僕は今作っててものすごく楽しいです。動画の更新がストップしちゃうことも、一応マジックソルトって言っていくつかのスパイスが入ってる塩を入れます。うん、ちょっとだからあれですよね、その辺はプロ意識はないので。今僕はマヨネーズを入れてます。で、もうない。マヨネーズもね、もし時間があったら自分で作ったりしたいですよね。実は簡単なんですよね。そして安上がりで、しかもうまい。全然味違いますよ。マヨネーズの作り方はね、ほんと簡単。なんか調べると出てきますよ。卵の黄身とディジョンマスタードと塩を適量ボウルの中に入れて、それをうまく混ぜて、ある程度混ざったら、ちょっとずつ、ほんのちょっとずつ、サラダ油を入れていく。まあ油になったら何でもいいです。で、それで、その、固まりながら、なんだっけ、ああいうの。何かって言うんだっけ。忘れた。なんとか化して、クリームみたいになっていくんですよね。おー、やっぱかぼちゃは違うな。かぼちゃのこう、滑らか具合は違う。うん。すごく美味しいです。できました。もうできた。あとは盛り付けていくだけです。じゃがいもくんの存在をすっかり忘れてました。これはさすがにマッシュじゃなくて、細かく切って入れていきたいと思います。僕基本的に外でこれを食べるわけじゃないんですよ。家で仕事しててお昼ご飯に食べたりとかするんで、一応その味付けとかは家にあるものをこうドレッシングとかかけられるんですよね。最初から味ついてなくてもいいわけですよ。そこが他の人と大きく違うところで、その辺を楽しめるのかなとは思ってますね。つまりなんかもう味付けしちゃうと全部それだから飽きるじゃないですか。でもこの方法だと飽きることがないかなと思います。なんせなって毎日同じものを食べていくわけですから、それは飽きる可能性も、やっぱ考慮に入れたそのおかず作りをしていく必要がありますからね。リンケッツまだ開けてなかったんですけど、こんな感じですね。アクシデントがありました。
この盛り付けをしている最中に iPhone の電池が切れちゃって動画も止まってしまったんですよ。で、充電し直す時間も必要だったので今10時27分何時に終える予定だったんだっけ、9時50分でちょうど1時間だったんだけど、もうだから、30分以上オーバーしてます。でもさっきもし動画が止まってなかったら、全て1時間20分ぐらいで終わってたと思います。まあ、それでもオーバーしてるんだけどね。とりあえず続きやっていきます。こうして、なんだろう、お弁当屋さんになれる気がしてきた。お弁当屋さんに、で、ちょっと色違いのマッシュ系を食材として、はい、お待たせしました。ようやく完成、7日分のミールプレップ、現在10時37分、8時50分から始めて、9時50分っていう目標で作ってきたんだけど、結局大幅に上回って、だからそうですね、1時間と45分かかったということですね。まあいろんなトラブルありましたけど、トラブルもまあ起こるものだということ前提で考えると、まあこれぐらいの時間が妥当なのかなと思います。もうちょっと準備しっかりして、あとは回数重ねて、機敏に、なんていうか、こうもう少し早く動ける、考える時間が減ればそれだけ時間も短縮できると思います。で、2種類作ったんですが、1つ目はお米が入っている方で、内容は変わらないですけどね、お米が入っていること以外は、ただ分量がちょっとだけ配分が違って、います。この辺りは味何もつけてないから、ドレッシングをかけて食べたいと思ってます。で、こっちがお米入ってない方ですね。お米の代わりの炭水化物、芋系でちょっとカバーしてます。あと、豆ですね。豆をちょっと多めに入れたりしてます。うん。かなり、あ、この人忘れてましたね、僕。こう入れとくか、この辺りに。あ、それかも、ここに入れちゃうか。あ、いいんじゃない、これ。はい、では改めて完成しました。こんな感じです。魚が乗ってます。さっきのに魚が乗ってるだけだけど、そう、こんな感じですね。で、今日はミールプレップがどんなものかってことを冒頭で紹介したんですが、僕が作ってるのが、スタンダードだと絶対に思わないでください。どっちかっていうと、これは量がものすごく多いし、お米入れてない人の方が多いんですよ。なので僕は邪道です。僕なりの方法でやってます。ただし僕の体に合って、しかも僕が食べたいものが入っているので、僕にとってはベストなミールプレップです。まあそんな感じで今日は料理動画になりました。これから1週間、毎日お昼ご飯を楽しみに、して頑張っていきたいと思います。 So thank you very much for watching and see you in the next video.